よし出てこい。よっしゃ。よっしゃ。はい、レイドジャパンセットできましたよ。なんか通し方さえ見えてくればこれ連発するかもしれないな。よし。はい、 HP バグね、バツの家になってましたよ。沈む虫を入れ込んで、ほら来た、もうバスの巣だね。よっしゃ、食った一発。バックスライドどうかなと思ってね、流してみたらリバースクロー、そこで食いましたよ。おー食った、いきなり付け替えたら速攻食った。リバースクローすげー。ビラビラがある方が後ろって付け方にしたら速攻でね食ってくれました。ビバギルノーシンカードリフトで夏のなる木だね。もうほんといっぱいいんねこれ。あーちょっとね、リバースクロー行ってみます。こちら側からビラビラがついてる方から刺して、クルリンパッおいで、針先隠してこんな感じ。あのあっち側のあのちょい裏なんだな。あそこねバスね大好きだ。微妙に引っかかったら取りに行けないんでね、プラグ投げたくないんですよね。あそこ引っかかっちゃったらちょっと回収が困難そうなんで、あの微妙に出てる木の竿抜けしてる裏側、ここら辺なんですよね。ここら辺今 2,3 頭連続で反応してるんで、このマンション何回反応したんだろうな、モンバスな。最初ヘッドスライドで釣って、その後ちょっと外見をHP バグで流して、今核心部をちょっと16ポンドの強めの糸でバックスライド系ノーシンカーで最後ね、もうダイレクトに入れながら、ああやってるんですけど、やっぱね核心部にズルズルスルスルってね入れ込んでいくと最後にさらに今反応してくれてます。これ多分タイミングでいいのでそうなんだけど、風も当たってるし、ちょっとね HP バグとかだと入れるのが怖かった。カバーの中の方にね脳進化ズル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 って入れ混んでる感じです。完全にパターンだねこれね。こう普段だとあのジグストでガン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 って言ってね攻めるようなところを、結構ノーシンカーとか普段最近やってなかった釣りで丁寧に一本一本釣っていってますよ。待ってたらまたね適当に刺していくんだろうけど、黒い塊がキリモミキリモミ流されるのがもうたまんないんだろうな。よし出てこい。よっしゃでかい。はい、
やっといいサイズ来ましたよ。リバースクローだよ、いやー結構ね引いた。ベイトに変えてね、ちょっとスピニングで何本か釣って、でリバースクローね具合いいなーなんつってやってたら、でね、奥の奥にね入れ込んだら来てくれましたよ。いやーいいでしょこのバスね。今日ね小バスばっかだったんで超嬉しいサイズです。じゃあね逃がしてあげます。いいとこかかってる。みんなね、よし、いいっす。サイズは43種。バックスライド好きになっちゃう。はい、タックルはデプスのリバースクローにガマカツのセオライズ40番で、リールはねグラビアーズのリミテッドに、オルトロスのね16ポンドってフロロカーボンラインが入ってますよ。で竿はオデオクラフトのホワイトウルフ。いやーちょっとね信じらんないぐらい同じポイントから釣れてます。さらにね、まあ、ちょっと濁りとかがすごいんで、もうねバスが集結してる感じなんですかね。じゃあね引き続き頑張ってみます。リバースクロー来ましたよ。もうね手がなくなっちゃったやつですけども、ああ元気な綺麗なバス、いただき。じゃあねこいつは逃がしてあげます。結構ねいい引きしてくれた。手なしリバースクローで来ましたよ。タックルはグラビアスにロデオクラフトのホワイトルフで、手がね結構1匹釣るごとにちぎれちゃって、まあリバースクロー芋になってるんだけど、もうねこれがまた絶妙になんていうのかな、いい感じでフォールしてくれるんですよね。ちょうどですごい濁ってるんで、こういう黒のシルエットがてってってって、わーこれでね十分反応してくれてるんで、引き続きリバースクロー芋でねちょっと狙ってます。はい、というわけでこれを最近使ってみているんですけども、2袋ね買って、それでもってなかなかバックスライドが効くっていうシチュエーションに、まあ投げたら釣れたのかもしれないですけど、あんまりこれ投げてなくて、それでもってカバーでバックスライドでこう枝にすり抜けて入っていかせたいななんていうポイントに出会ったので試してみたところ、まあめちゃくちゃね魚の反応が良くてびっくりしたんですけども、まあ結構それ以外にもねいろんなブルフラットであるとか、いろんなワームね投げ込んでみているんですけども、反応が一番良かったのはまあこのリバースクローっていうことで、で今回肝としてはですね、針をセオライズの40番ですね、これ
を使ってみて、こういうバランスセッティングで使っているんですけども、釣り場でねやっぱり何匹か釣るとちぎれたりするので、そこですごい感じたのが、どっから刺してもよく釣れる。あ、こっちダメだった、一番水晶のねこちら側に変えて、これはこれで釣れる。でこっちの頭の部分がちぎれたから、今度こういう感じでビラビラが後ろに来るようにつける、これはこれで釣れる、まあまたその逆、これも釣れる。で、何匹か釣ってるとね、この魅力的なテール部分ね、このビラビラがねちぎれるんですけど、これちぎれたらちぎれたで、今度芋としてもよく釣れるっていうことで、もうね 2way3way で使えてね、非常にお得で、まあただね、こういう当たりが多い時にいろいろ試してみたところ、やっぱりこのねテールがある時のが当たりは多かった印象ですね。もちろんこれで芋みたいにしてすり抜けさせてっていう感じでも釣れたんですけども、これこのね後ろが重くてこうすごいヒラヒラした作りのこのテールがね、すごい魅力的にブル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 ってなんかね変なねスクリューみたいなのを起こしながらこうズン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 って入っていくんですけども、これがついてるとやっぱりねよく釣れたなーなんていう印象があって、でまあさすがにねすごいその動きを良くするために柔らかく薄く作っているので、まあちょっと切れてしまうところはありますので、でだからまあねちょっと追加でもうちょっと買ってみようかななんてね、この、うん、まあ通常の時はね、まあこのリバースクローじゃなくても、例えばまあカバースキャットとかでも、もしくはねあのもう元祖芋グラブとか、あその他いろんなメーカーから出てるバックスライド系で全然いいと思うんですけども、リバースクローを使う場合はこのビラビラのアピールも含めて、まあちょっとねこの入り込んでいくプラスアルファファラン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 ファラっていう、こういうアピールがあった方が効くんじゃないかな、そんな時にねぜひね、使ってみるといいんじゃないかななんて思いました。まあ今回の釣り場に限って言えば、もうめちゃくちゃねレンジと色と入っていくスピードとかがドンピシャだったんでしょうね。その他のはもう結構ねあの同じ時間ずつぐらい使っていたんですけど、例えば沈む虫系であるとか、あとは例えばスイムジグで巻いてね、スピーディーにサーチするとか、ただ今回に関して言えばこれのねグリ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 ってね力強く入っていく、このね特性がすごい効いたなっていうことで、でフロロカーボンの16ポンドラインで結構ヘビーパワーに近いね強い竿、これであってもねボディに重さがあるんで、まああとこの針の重さと相まってものすごいね投げやすかったので、その狙いのスポットにスパンスパン入っていって、結果魚の反応もすごい良かったね。まあねこういうところでね、例えばゲイリーから新しく出たあのゲイリーハガーとかね、ああいうのも試してみたかったんですけど、たまたまねちょっと持っていける荷物がおかっぱりなんでそんな多くないんで、あれバックスライド系かあれ入ってねえやーと思ってね、そんでねこれがね一袋入っていたんで、まあこれね集中して使っていたんですけども、ああいう釣れる時にねその他のメーカーのやつと使い比べなんてしたらね、どっちがどうなんだろう、どうやってやるんだろうってね、釣れない時にね釣れない釣れないでやってるよりね、ああいう釣れる時にこそねいろいろな普段使って、いないワームとかね試してみるチャンスだったんで、まあそうですね、ボックスに1本ずつぐらいねなんか入れてね、それぞれいろんなワームとかね持っていこうかななんていう風にね今後は考えました。まあ今回に関してはねちょっと初めて集中して使ったんですけども、このリバースクローね何にしてもめちゃくちゃよく釣れたんで、大きいサイズ、そう当日の一番最大のサイズもこいつで釣れたんで、一気にね一軍入り常に多分その中に入ってるんじゃないかななんていうねお気に入りワームになりました。というわけでね、またまだまだバックスライドギリギリね効くシーズン続いていくと思いますので、引き続きねちょっとこういった釣りも、いい釣りができたら紹介していければななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、デプスのねリバースクローを投入したところもバコバコに釣れて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。